今回も質問に答えてみたいいと思います、えー、32歳男性会社員、えー、と新規事業を立ち上げるチームに所属しています、えー、上司から常に新しいアイデアがあったら提案するように言われていますが全くアイデアが浮かばず困っています 新しいアイデアを作り出すヒントがあったら教えてください。ということで、えっ、ー、と、これは、まあ、あの、マインドの使い方、えっ、ー、と、クリエイティビティの発揮の仕方、IQ を高めるという、まあ、そのあたりの話になるかなと思うので、コーチング理論で解説してみたいと思います。まずですね、えっ、ー、と、ま、新規事業を立ち上げるチーム、非常にあの恵まれているなと思うんですね。えっ、ー、と、どういった役割なのかにもよりますけれども、 例えば新しいビジネスとか新しい商品とかサービスを作り上げるための,あの新しいアイデアだったりとか逆にある程度商品サービスが決まっているのであればそれをどうやってお客様に届けるかというマーケティングとかですねまあ営業のスタイルをどうやって作っていくかというところもそういったところももしかしたらあの新しいアイデアを求められているかもしれませんけどどちらにしてもですね、えー 新しいアイデア、クリエイティビティをどんどん発揮していく、えー、そのヒントとなることは、コーチング理論を学んで、そしてしっかりと実践していくとですね、まあ、こういったことはあのどんどんできるようになってくるかなと思うので、えー、ヒントになるんじゃないかなと思います。まずはですね、うーんまあ、コーチングの用語で説明すると、ゴール達成にプラスに働くあ新しいアイデアというふうに前提を置かせていただきたいと思うんですけれども、まずはですね、ゴールは、あの 会社に所属しながら新規ビジネスを立ち上げていくという役割だから、えー、会社のゴールであるけれども自分のゴールに仕立てるということですねまずこの新規事業を立ち上げる32歳めちゃくちゃあのラッキーだと思うんですよね。自分の置かれてるポジションがめちゃくちゃラッキーであるということを抽象高く見て、えー、まあ喜ばしいことといや楽しむことですよね。 もう楽しんでその会社のゴールだけれども自分のゴールとかぶせてこんなに、えー、恵まれてる環境ないなっていうふうにあのしっかりと確認した上でですねゴールを自分の自分のゴールとしてワントゥーのゴールと会社のゴールをですね きちんとと一致させるところから、えー、っとやっていけばいいいけばかなと思います。その上で自分の設定したゴールがイコール会社のゴールでもあるとそれが被ってる状況ですね。逆に言うとそれ以上に自分のゴールの方が抽象度高ければそれはそれでいいと思いますけれども、えー、っとゴールは現状の外側に設定したワントゥーのゴールなので、えー、ワントゥーのゴールを達成するためのアイデア出しはまずとてつもなく楽しいいうことですね。 だから、ワントゥー全開でやればいいので、まず前提としては、ワントゥーでやることですね。楽しむこと。まず楽しむことですね。えー、次に、えーと、達成を全く分かんないぐらいゴールが高いわけですから、そのやり方をアイデアを出してねというふうに言われているのであれば、まさにここですよね。リラックスしながら、ゴールを達成にプラスに働く情報はどこにあるんだっていうセルフトークをしながら情報収集する。リラックスしながら日頃歩きながらも休憩しながらも、 コーヒーヒ飲みながらもですね、リラックスしながらボーッといろんなことをこうあの考え巡らせるそういったリラックスタイムをしっかりと作っていくってことですよねで、まあ、この前提で情報収集するところのポイントですけれどもその業界の情報だけだと弱い、えー、ここがポイントですよねその置かれてる業界の中の情報だけだと、えー、基本的に足りないと考えていただいた方がいいかなと思います、まあ、この方がどういう…い、あのー ね、企業に勤めているのかっていうのはちょっとわからないんですけれども例えば商社で新規事業を立ち上げるというふうに例えば、えー、設定したとしたらですね自分が取り扱っている業界の情報だけでは弱くてそこはもちろん全部調べる競合他社が何をやってるかとか、えー、どこがうまくいっているのか成功事例とか全部調べるのは当たり前ですけれども、えーまあ、新規参入していくという意味では。 先行している競合の,その競争相手ですよね競合他者に対してどうやったら優位性を維持できるかっていうことも考えなきゃいけないわけであってそうなるとその業界だけではその業界の情報だけではですね足りないわけですよね。 少しずらして別な業界で成功事例を探したりとかさらに全く領域違うけれども面白いこの商品サービスの開発をしていてそしてお客様に届けて喜んでもらえているようなビジネスの成功事例を、まあ、先進的な成功事例を探してみるとかそういう視点が必要ですよね。でそれを自社のところに持ってきて、き 全く関係ないだろうと思われる業界の成功事例を自社の商品サービスに落とし込むことによってどうなるかっていうところで新しいアイデアが生まれてきたりするこれはだからずらすことによってそして組み合わせを変えることによって新しいアイデアを生み出すことができるというまあこれは一つあのシンプルな考え方ですけれども、えー、ここは是非やってみていただければいいんじゃないかなと思いますそういった意味でもリラックスしながら情報収集する時は 自社の限られた情報を業界だけではなくて全く別な業界をランダムに探していくということですよね。 そして好奇心が必要、新しいものがあったらちょっと覗いてみるとか新しい情報に触れた時に排除するのではなくて「あれこれ一体何だろう面白そうだなと思ったら覗いてみる」という好奇心を全開にしていくことそしてアンテナを広げることアンテナは、えー、ありとあらゆる業界にこう広げていくっていうことです、ね、ちょっとでも関係しそうだなもしくは関係しなさそうだなでも面白かったらその情報で何か組み合わせができないかな。 ずらすことによってそして組み合わせを変えることによってなんか新しいアイデアが出せないかなということを考えてみるということですねあとはまあこうなったら、えー、まあこの先はですねとにかく情報量なので圧倒的な情報を集めては組み合わせを変えてずらして組み合わせを変えて新しいアイデアに落とし込んでみるこれを日々楽しみながらできたらですね、えー、新しいアイデアはどんどん出てくるようになってくるんじゃないかなと思います あとは新規事業はまあもちろんそれぞれの商品サービスをどのようにこう作り上げていくかとかあとはあのお客様に届けていくためのマーケティング施策の中での新しいアイデアとかいろんな角度からの新しいアイデアっていうふうにあの問われてると思うので。 まあそれが具体的に商品サービスにダイレクトに刺さるようなそのアイディアなのかマーケティング営業の時に必要なしあの新しいアイディアなのかにもよりますけれども、まあ、どちらにしてもです、ね、マインドの使い方なんで抽象度の高さ圧倒的な情報量これはもう覚えておくことですねそして当然ながら前提としてはワントゥーでリラックスそして i q を高めていくということですよね。 それはリラックスしながらそしてやりたいことを集中的にやりたいだけやるとですねどんどん抽象度が勝手に高まってくるとで高まってくる最中はもう情報をとにかく自分で勝手に、えー、集めている状況ができていると思いますそこで、えー、今回言ったように、えー、まあ、一つのところにこだわらずに広げていくってことですね例えば業界であれば業界を えー、様々な業界に広めていく全く関係ない業界までアンテナを広げていくそして業界をずらすことによって見えてくる世界そしてそこから引っ張ってくる情報を組み合わせを変えることによって、えー、自分の業界自分が置かれている業界そして自社の商品サービスに落とし込むときに何か新しいアイデアにならないかということを常に考えること。 こういいったマインドの使い方はですね、まあ、自分自身はあのコンサルタントで新規事業立ち上げとかにも散んん関わってきたのでよくあの、まあ、ミーティングの中でも、えー、ブレストの中でやってきたことですけれども、えー、皆さんもぜひです、ね、日頃あの楽しみながらやってみるといいんじゃないかなと思います。日頃できるやり方としててて、は、まあ、普通に歩いてて 街中歩いてて変化にに敏感になるっていっこ,、ね、これ新しくなってるなとかこれ変わったなとかっていうところにこう敏感になるようなその感覚ですねその感覚を研ぎ澄ませてそして好奇心を持つということを やってみるとですね勝手に抽象度が上がってきてそして情報が集まってきてで常にそれはあのもちろん新しい用語であれば自分で調べることを勝手にしてると思うのでそういった新しい情報もどんどん取り入れていくことになると思いますそういうことを日頃やってると世の中の大きな流れも抑えることになってくるんでこれは楽しみながらやっていけばいいんじゃないかなと思います。ということで新しいアイデアの作り方のヒントということで、えー、お話をしてみました。 え本格的にやればですねこれあの2時間3時間の,あのセミナーとかでやるようなテーマなので、えー、今回はほんの一部だけですね、えー、とお話をさせていただきまししした。えー、またまま次回お会いしましょう。ワクワク様でした。